おしまし、今夜のゲストはリモートでの出演です。自己紹介お願いします。はい、アンジュルムの竹内あかりです。よろしくお願いしまーす。よろしくお願いしまーす。お願いしまーす。アンジュルム竹内あかりちゃん、竹ちゃん。はい、竹ちゃんです。よろしくお願いしまーす。お願いします。昨年8月以来、おしまし2回目の登場、お久しぶりです。お久しぶりです。ありがとうございます。また呼んでいただいて。嬉しい、またね。うん、いや、本当こちらこそという感じでありがとうございます。ありがとうございます。うん、たけちゃんだってさ、うん、前回ね、出させて、うん、出ていただいたときに、はいはい、ちょうど書道の話しててね。そうですね、しましたね。たけちゃん、うん、推しポイントでもある、何を持ってるんだっけ？私は書道の正師範。正師範。資格を、すごいはい、持っていまして。ねえ。かっこいいよ。かっこいいよね。師範って呼びたいもん。うん。呼びたいし、呼ばれたいもん、師範。師範。あ、ね、嬉しいですね、本当。はい。ね、おしましのね、ロゴもビシッてまた書いてほしいね、なんて話もしてたね。ね、前回してましたね。確かに。前回もしてましたけどもね。うんうんうん、そうだ。まだ書いてないですね。また今回もお願いしようね。確かに。最近は書いて。そろそろちょっと、うん、ね、書かせていただきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、出るたんびにお願いしようね。そうね、毎回毎回お願いすればいつか叶うかもしれない。お願いしよう。いや、もうぜひちょっと朝起きたら書きますわ。嬉しい、すぐ書いてくれるじゃん、もう。はい、一回寝るんだね。ちょっと一回寝かせようかなと。お願いします。今日もよろしくです。お願いします。お願いします。この番組推しまし、番組名の通りですね、うん、自分の推しをもっと広めていこうっていう番組です。はいはい。まあね、推しってことで食べ物だったりとか場所、漫画、映画だったりいろいろあると思うんだけど、たけちゃんの最近熱い推し、はい、ハマってる推しなんでしょう。まあちょっと前回は書道っていう大きい括りで言ったんですけど、うん、今回はちょっとその書道の筆。すごい。ちょっと細かくいこうかなと。ちょっと聞かせてもらってもいいですか？我々ちょっとわかるかな、ま、いや、わかるわかる。わかるって、ね、一応知ってんだから、いろいろ。筆はね、教えてほしい。確かにそうですよね。うん、まあもう、ご存知だと思いますけど、うん、まあ皆さんがご想像する、その書道の筆っていうのはまあ変わりないんですけど、うんうん、まあ筆にもいろんな種類とか大きさがありまして、うん、あるんだ、やっぱり。ちょっと長かったりとか、ちょっと短いとか、硬いとか、柔らかいとか、長さも。いろいろ、そうなんです、うん、あるんですよ。うん、そこで、まあ、なんかその、ちょっと、例えば、こう、崩した字を書きたいなっていう時は、うん、柔らかくて長い筆を使ったりとか、うん、あとは、きっちりした字を書きたい時は、うん、私は、短い筆が好きなので、固めの短い筆を、こう、選んでやったりとか。うん、それは筆の、書く部分が短いのか、持つ部分が短い。書く部分。毛先っていうのかな。毛の部分。ああ、そう、その部分か。ごめん、俺も今完全に全体の長さとかやと思ってて。みんな多分ね、うん、どっちだろうって思って。菜箸みたいな長さのやつとか使ってるのかなと思った。つまようじとかすっごい短いの来るのかなと思った。つまようじすっごい短いの来ると思った。筆先が、ね、不足でしたね。毛先の部分が、そうなんだ、そう、長かったり短かったり、こう硬さもいろいろあったりして、うん、でもこう最近はこうちょっと、うん、まあアートチックなこう書道の作品を描くのにハマってまして、アートチック、待って、すごい、なんかその、うん、もう なんて言うんだろうな、ちょっとだから歯ブラシとかで装飾したりとか、うん、ちょっとなんか柄っぽいものをつけたいなとか、とかスプレーとか使ったりとか、うん、もうなんかほぼなんか絵に近いような感じなんですけど、まあ、そこに字と一緒に、うん、そういうちょっとアートチックな感じに仕上げて、まあ、色とかつけたりして、っていうのにハマってるんですけど、そういう作品を作るのにハマってるんですけど、これなんか、竹筆っていうのがあるんですよ。竹筆？本当、別に私が作ったものではなくて、うん、そう、一緒に竹ちゃんの作った筆で竹筆っていうのがあるんだよね。レミパン的な話かと思った。いや、そうなんですよ。前筆みたいな。全然違くて、うん、本当に先っぽまで竹でできてる。だから筆のその毛の部分が一切ない筆っていうのが、そうなんですよ。竹をこう、まあちょっと鉛筆みたいにした感じっていうんですかね。っていうのが、そうなんですよ。あって、それでちょっとこう、繊細な字を書いたりとか、いい感じのかすれ具合だったり、まあ筆じゃ、まあ硬いので、筆なので。
その筆じゃ出せない味が出たりして、うん、すごい面白いなと思って、そういういろんなもので描くのにもハマってますね。すげえ。すごい。はい。なんだろう、かすれ文字ってことは何、なんか、うなぎみたいなこと？あ、なんか、なんか、わかんない、うなぎ屋さんのうなぎってなんかかすれてる感じじゃない？ありますね、あれ。そういうちょっとかすれ具合とかを出すのが好きなんですけど、うん、普通に、こう、まあ、横線、うん、な感じとかで横線描いたとしても、うん、その、竹なので、うん、墨の、こう、なんて言うんですかね、ずっと、うん、持たないんですよ、筆と違って。あー、なるほど、ちょっと。すぐかす、もう墨がすぐなくなっちゃうので、うん、そうそうそう。うん、だから、その、いい感じにこう、かすれてくれるというか、どの線を使うにも。っていうので、すごいハマってますね、いろんな筆を集めるのに。なるほど、かっこいい。はい、なんかあんの筆専門店的なとこがあんのかね、うん、まあ、でも書道のお店だったりとか、でもあとはやっぱその海外とか、その台湾、中国とかはそういうやっぱ珍しい筆とか多かったりしますね。へ、うん、ある。なるほど。なんか今日はだからちょっとその傘系のやつ描きたいなとか、かすれた感じね、かすれた感じとか、日によっての気分とかによってそれに合わせた筆を使って作品作ってっていうのやってる。そうですね、そんな感じです。かっこいい、さすが寿司班。ありがとうございます。あかちゃんアイドルだもんね。あ、うん、一応、ね、一緒にね、うん、ね、一緒にね、ちょっと変わらないくらいの ね、だいぶ一緒にやらせてもらってるけど。何言ってんだ、たけちゃんなんて呼ぶじゃない、師範だぞ。たけちさん本当にかっこいいな。いいな、ありがとうございます。惜しい、教えてもらいました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあたけちゃんに今日のメッセージテーマもお聞きしようかな。うん、今日のメッセージテーマは、はい、思い出の品。もう思い出の品、この流れで来るともう筆じゃん、多分筆かなって。僕はもう全く別のものにしようかなと思うんですけど、教えて私たちアンジュルムは結構プライベートで全員で遊園地とか海とかに遊びに行くことがあるんですね。仲良し。ここまあ2年ぐらいは行けてないんですけど、うん、まあ、毎年毎年こう恒例行事みたいな感じでよく行ってたんですけど、うん、こう遊園地に行くときに、うん、こういつも、その日に着るドレスコードをみんなで決めたりとか、うん、あとは被り物はこれで行こうとか、うん、なんかそういう、あとなんかライトセーバー買ったりとか。わからんわからん、急にびっくりしたんだけど、何全員で全員で買うの、ライトセーバー。そう、ボンとか言うの、ボンボン。そう、バンって振ったら出るんですよ。すごいなー。ちゃんとっていうの買ったり、うん、してだから毎回行くたんびに、うん、そういう毎回違う被り物とかを買うので、うん、それがどん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 増えていくわけなんですね。うん、で結構それがこうなんかなんか家に増えていくと、うわこの時のなんかあれ面白かったなとか、うん、すごく思い出深くて、うん、どれもすごい大切だなって思いますね。へえ、やっぱりそんなの思い出が詰まってるってことだもんね。そうですね、だから結構アンジュのみんなでこう、うん、テレビ電話とかオフの日にしたりするときは、うん、急になんかそれかぶりながらお家で、うん、みんなでテレビ電話したりとか、みんなで思い出に浸ってるの、かわいい。謎に家でかぶり物かぶって、うん、ライトセーバー振り回して何やってんだよ。大丈夫かな、ライブ中急にライトセーバー出てこないかな。大丈夫かな。あれかもしんない、マイクの代わりにもしかしたら今度ライトセーバー持ってる子がいるかもしれない。めっちゃ気になるわ。そうだね、しかもあれだね、休みにメンバーでテレビ電話するってのもいいね、うん、そうですね、うん、結構よくやってました。それこそまあ自粛中とかが多かったんですけど、なんか一人がテレビ電話し始めて、うん、したらなんかみんな入ってきて、結局何時間もずっと喋ってたりとか。すごいね、ありましたね。ね、すごい伝わるもんな。すごいよ、だから思い出の品っていうのでもメンバーとのこう思い出を、うん、そうですね、はい、ライトセーバーセーバー、ライトセーバー、うちのあのシャチのメンバーのさくらなお、たけちゃんと仲良しの、うん、なおも持ってるよ。え、うそ。
本当？うん、あの好きで持ってるからまた一緒に遊んであげてください。やばい、じゃあちょっとそうだね、なんか、うん、なおと遊園地行くときはちょっと、うん、じゃあ2人でライトセーバー持って行きますわ。お願いしますわ。わ、はい、かんないけど、うん、荷物になるぜ。確かに。思い出増やしてください、そこで。はい、ありがとうございます。いいですね。いいな。さあ、そんなそんな仲良しアンジュルム、昨日です、はい、ニューシングルをリリースしました。おめでとうございます。ありがとうございます。はっきりしようぜ、泳げないマーメイド、はい、愛されルート A は B のトリプル A 面となっております。はい、ありがとうございます。一曲ずつね、たけちゃんにお話聞いていこうかなと思います。はい、まずスターダストレビューの曲をカバーしたはっきりしようぜ。はい、そうですね、このはっきりしようぜっていうのは、まあ、あのスターダストレビューさん の、うん、あのカバー曲になってるんですけども、うん、まあ、本当アンジュルムらしく結構ファンクな感じに新しくアレンジしていただいて、うん、とてもなんかアンジュルムらしい一曲になったんじゃないかなっていうふうに思いますし、うん、あと歌詞がすごいもう今のご時世にぴったりのマスクっていう言葉が入ってたりとか、うん、結構そういう今のご時世にぴったりの曲になってるので、うん、誰でも共感していただけるんじゃないかなというふうに思います。確かに今の時代にって言うと MV の方もなんかみんながお家でトレーニングだったり自分磨きしてて、うん、っていうところってなんかその自粛期間中にそういうの経験した方って多いと思うから。確かにね、えそこもつながるなと思いながら、うん、実際に、ね、まあ、だから撮影中 、はい、がっつりやってたらあのトレーニングとかは。あ、そうです、もう汗だくになりながら全然いいなってストレッチボールとか使いながらね割となかなかこう監督が OK 出してくれなくてなんだ結構汗だくでみんな本気で腕パンパンになってるメンバーもいたりとか。なるほど。ありました、ね、ガチ感だね。それが伝わったんだ、ね、MV から。はい、ガチで頑張りました。はっきりしようぜ。はい、1曲目、泳げないマーメイド。はいはい、そうですね。泳げないマーメイドは、はい、うん、まあ、アンジュルムには結構珍しい、こう、儚く切ない失恋ソングになってるんですけど、うん、まあ、結構ダンスだったり、こう、振り付けとか、こう、まあ、衣装でも、こう、ちょっとマーメイドを連想させるような振りだったりとかが入ってるので、うん、そういうところも、まあ、見どころかなっていうふうに思います。うん、これね、たけちゃん、はい、この MV ね、うん、赤髪じゃない。そうなの、うん、もうねリアルマーメイドなのよ。本当に可愛くて綺麗だし、いや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 、ずっと見ちゃう、ね、でも嬉しい。ちょっとやっぱさ自分的にもさあ私、うん、マーメイド感強いかなっていうのさあれ感じなかった？全く感じてなくて本当にね、これは本当に 100% 本当に本当に本当何の嘘もなくっていうのも、うんうん、まあなんかその衣装が水色っていうのは分かってたんですけど、うん、そのまあ、髪の毛もなんとなくこう、うん、まあ、いつも結構赤髪にしてることが多かったから、うんうん、まあ、今回も普通に赤にしようって思って赤にして、うんうん、でまあ、いざ撮影行った時に、うん、こう完成形を見るまであんなに赤くはっきり映るって知らなくて。なるほどね、うん、色合いが映像によってどう映るかっていうのが、そうなんですよ、うん、だからこうその私も完成形見た時に、うん、めっちゃ髪赤って思って、それでまあいろんな方にこう言っていただけるんですけど、うん、それがなんか狙ってるみたいでめちゃくちゃ恥ずかしいっていう。そこははっきりしようぜ、狙ってません。狙ってませんでした。はっきりしようぜ、はっきりしようぜってことで、はい、たまたまなりましたっていう。いや本当に良かったよ。狙ってないマーメイドね、狙ってないマーメイド。やめて。狙ってないマーメイドです。本当にビジュアルが爆発してました、たけちゃん。いやありがとうございます。ビジュアルが爆発してたっていう表現も普通に面白いけどな。本当に可愛かった。嬉しい。ありがとうございます。そして三曲目ですね。はい、3曲目、愛されルート、うん、A or B という曲なんですけども、うん、まあ、この曲は、初めてアンジュルムであのジャズテイストな楽曲になっていまして、うん、こう、すべて、最初から最後まで全部3拍子の曲なので、うん、とにかく、レコーディングとか、うん、まあ、ダンス覚えるのとかも大変でしたね。確かに、全曲通して3拍子ってなかなかないから、はい、もう、もうリズムが全然ハマらんとか、そういう苦労もしましたし、うん、あと結構この MV はあの全員ピンヒール、うん、パンプスで踊っていて、うん、
そういうのも初めてだったので、うん、なのでダンスでも苦戦しましたね。なんかでもさ、MV 見てたらさ、もうメンバーがさ、はい、こう普通にダンスしてるメンバーがいればさ、あとなんか床寝転がって足上げダンスみたいな感じもあったじゃない。そうですね、イントロで、ね、メンバー2人がこう、うん、フロアダンスをやってるんですけど、フロアダンスっていうんやな。そうです、床に寝そべってダンスじゃない、床寝そべって足上げダンスじゃなくてね、フロアダンスね。そうですね、フロアダンス、ね、です。まあ、それもめちゃくちゃかっこよくて、とにかく本当に、まあ、大人っぽい女性らしさをこう、うん、前面に出した曲だったり、うん、あのミュージックビデオもそうなんですけど、うん、になってるので、すごくお気に入りですね。おお、はい、気に入りね。私もお気に入り。わかる。あ、嬉しい。ピンヒールで苦戦してたところなんてもう全然わかんなかったもん、 MV 見てたら。本当に？本当に。モノクロから始まってもカラーに変わっていくところだったりとか、うん、なんか、はいはいはい、大人の女性っていう感じのかっこよさがすごい伝わって嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。本当それぞれね、もうトリプル A 面、本当それぞれの魅力が詰まっております。はっきりしようぜ、泳げないマーメイド、愛されると AORB 機能、リリースされておりますので、皆様チェックよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして来月からは夏のハロープロジェクトコンサートツアー、ハロープロジェクト2021サマーサファイア&ルビーがスタート。はい、ありがとうございます。名古屋にも来てくれるんだよね。はい、7月24日土曜日、そして25日の日曜日、うん、名古屋国際会議場センチュリーホールで行いますので、やったー、はい、まあ、詳しい情報は、うん、ホームページを見ていただけたら嬉しいなというふうに思います。お願いいたします。はい、お願いします。夏も名古屋に来てくれる、うん、はい、ちゃんには実際にだから筆で書いてるところとかも生で見たいしね。うわあ、ね、うん、もちろんライブももちろんだけど、やっぱり、うん、押しましたね、押しポイントとしてはね、はい、うん、本当にサファイア&ルビー、アンデジみたいな感じ、漢字で書きましたね。いい、かっこいいじゃん。ねえ、さあ面白いですよね。本当に落ち着いたらまた ねスタジオには遊びに来てください。本当だね。いや本当に ねスタジオ行きたいです。会いたいよね、スタジオに、うん、もし行けるようになってこう行かせていただいた時に、うん、じゃあそこで書きますよ、うん、おお、嬉しい。押しましょうって。よし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 、ね、用意しておきます。あ、筆はマイ筆をね、竹筆を、あ、okay、竹筆で書いてもらおうと思って、ね、竹筆かわかんないんですね。細い字になっちゃうけど。ちょっとかすみ君のおしゃれなやつ。いいじゃないですか。嬉しい。いや、そうですね、楽しみです、ね、ぜひ、うん、楽しみにしております。こちらこそです。またよろしくお願いします、はい。お願いします。そしてここまでのゲストはリモートでの出演、アンジュルムの竹内あかりちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では最後に一曲、曲紹介お願いします。はい、昨日発売された新曲の中からこちらの曲聴いてください。アンジュルムではっきりしようぜ。